以降の深夜ラジオにありそうなこと、お題提供はゆうすけさんでございます。ありがとうございます。ね、以降の深夜ラジオにありそうな、ラジオやってはれんね、一光さんもね。やってないだろ、ま、ありそう、やってほしいぐらいやんか、おもろそうやん、ええやんな。深夜ラジオ、深夜ラジオですか。肌に悪いから、ちょっと、なるほどね、夜大きいもんなんだな。じゃあ行きましょう、寺田さん。一光の深夜ラジオにありそうなこと。水曜1時からは一光のドンレディ。やっぱどうも入れたかった。一光の深夜ラジオにありそうなこと。これね、この時間だから言うけど。普段なら、普段は言わへん。すごい。テレビのキャラとかを守りたいから、なんか言わへんけど。一行の深夜ラジオにありそうなこと。牛蜜時。そんな時報いらんのよ。そんな時報一回に。外出た怖いよの時間帯ええのよ。録音じゃないそんな、録音じゃない、毎回いらんねん、毎回生声が録音、録音しましょうかって毎回言われてんだけど、録音はしなくて大丈夫、毎回言うんだよ。なんで、なんで感じれた。絶対に絶対自分でいいじゃん。一行の深夜ラジオにありそうなこと。あの CM 前のジングルで過去の放送を編集した音声が流れるんですけど、やだ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 、なななな、にななな、な、なにこのカエル、かわいい、どんらしい。一行の深夜ラジオにありそうなこと。この時間のラジオお肌に悪いのよとか言うと、もうこの時間ラジオお肌悪い、全部トレンド入りする。一行の深夜ラジオにありそうなこと。盆明け。任されてんだ。8月の下旬ぐらい任されてる、ね、そのもう一行の深夜ラジオにありそうなこと。え、何メール、千葉県ラジオネーム、あ、やだ、千葉県ラジオネーム、チンコ、面白い。最高じゃないの。お構いじゃん。一行の深夜ラジオにありそうなこと。毎日違う時間なんですけど、日が昇ると日の出って言ってバツンと決める。バツン。怖い怖い怖い。一行の深夜ラジオにありそうなこと。カモメンタル牧雄さん、お疲れ様でした。この時間からのオールナイトオネエゼロは一行がお送りします。違うんだ、違うんだ、違うんだ、だってだ、しかも槙尾さんの方が上だ。一行よりも指示権得てんの。違う、おかしいから、一行さっき